集バージョンだとこうで、プリントバージョンだとこうで、インスタレーションバージョンだとこう見えるけれども、全部同じ、情報としては同じ写真だっていうような考え方が強い。それは多分僕がデジタルカメラから本格的にやってるから、普段モニターで見てるし、なんかそういった感覚が強いんじゃないかな。シリーズごとが全然関係がないっていうよりは、なんかこう過去のエントロピクスってシリーズがあって、レインボーフォームってシリーズがあって、その時間のスパイラルがここにあったら、その昔の写真と今のシリーズはそのスパイラルの中の縦軸でつながっているというか、だからこれが最新作だからといって何かの答えというよりは、この写真とエントロピクスが一緒に展示される可能性もあるし、本の中で混ざる可能性もあるし、なんかその